波って分かんないぐらい真っ黒になって、瓦礫もいっぱいあったし、でうち3階建てだったんですけど、3階建てのもう上の本当屋根スレスレぐらいとか上がってたので、多分よっぽど20メートルとか本当にそれぐらいの津波が来てることをその時に見えました。上の中学校逃げた時に雪がちょうど降ってきたのをすごい覚えてるんですけど、近所の人たちが家の毛布とか布団とかあったかいものをこうみんなに子供たちに分けてくださって、それでこうみんなでくるまって暖を取り合って、ちょっとこう落ち着くまで、揺れとかそのまま落ち着くまで外で話してた記憶があります。でもなんか取材とかでいろいろ話してくださいって病院で呼ばれることが今までいっぱいあったんですけど、全部断ってました。なんかその、まあ、南三陸イコール震災の街はもうしょうがないけど、なんかそのイメージがもうすごい嫌だったし、なんか私が今やってることが全部震災につなげなきゃいけないのかって思うと、なんかちょっと嫌だなって思う、なんか反発心みたいなのがあって、なんか本当に、まあ、ここ1、2年は自分の中で震災がどういうものだったかっていうのは納得させたいなと思って。あそこの踊り場まで全員避難誘導して一旦全員上げました。で、まあ、第2波はそれ以上下がった位置で高さで津波が来たので、まあ、犠牲者の方は嫌かったということで、水がこう落ち着いてきたのは大体次の日の、10時とか11時とかそれぐらいの時間だったと思います。3人で、静川集落大体2時間以上かかったと思います。ただ橋とかももう全部壊れて流出してたので、まあ、橋を渡るにも瓦礫を倒して橋を作ってみたいな形で、一番はそのなんか落ち着く場所がないっていうか、そういった中での生活なので、そこからちょっと離れて、人でもいっぱいいるので、ちょっと落ち着きたいという方がいっぱいいらっしゃって、1000円で買ってきたのがみんなで1000円で出すっていうような、まあ、そういった居酒屋をこの月13日から始めました。2013年の12月には今本節で建築の居酒屋の笑いっていうことで、本節で、始まっています。